こんにちは。雨降ってますんで久しぶりの部屋撮りです。はい。まあ梅雨だからね、まあ、雨降るのはしょうがないね、うん、晴れてる日でも一日のどこかで雨降ったりね、うん、晴れの日がまあ3日以上続くってなるのはちょっとなかなか難しいですね、うん、今日急にお仕事がお休みになっちゃった人ね、雨の中でも仕事やらないといけない人、うん、天気関係なくお仕事の人、まあこれが一番多いですかね、うん、お疲れ様です。はい、どうしてもねこのジメジメした時、うん、夜寝にくかったりね、うん、あとやっぱり湿気が多いとこ汗の出方が悪かったりするとね、体調管理もやっぱり思うようにいかないこともあると思うんでね、うん、その辺注意してね、であと知らないうちにね脱水になってるってことないようにね、水分補給も十分気をつけて、暑くなりすぎた時はガリガリ君食べてねクールダウンしてください。はい、赤城乳業さんから回しもんじゃないですからね、何ももらってませんから。ただ押してるだけね、うん、まあ部屋の中だからね、今日久しぶりにねまた手品やってみようかなと思うんですよ。手品あのねトランプのね、うん、久しぶりでしょ、引きこもりの時にね、うん、ステイホームでねやってあれ以来だからね、もう1ヶ月ぶりぐらいじゃないかな、うん、いろいろ考えましたけどね、一度やったやつじゃしょうがないんでまた新たなね手品をちょっとやってみますよ。ここにトランプがあります。いいですか、じゃーん、全部揃ってますからね。でごめんね、一人で撮影も一人で、今ここに一人しかいないから全部一人二役やるけどね、本当は一緒にいる体でやってほしいんですけど、こっから同じ数字のカードを4枚抜いてほしい。セブンならセブン、キングならキングね、分かんないように抜いてほしいんだけど、今ちょっと相手がいないもんだから分かるように抜きますね。どうしようかな、分かりやすく、まあここにエースがあったんでエースを4枚抜きますね。見えてないっていうことでね、エースね、ハートのエースね、ハートのエースは出てきたよ。はい、次ダイヤのねエースね、次はおクローバーね、はい、すると次はスペードね、はい、ありました、4枚ありました。じゃあそれ以外のねものはここにあります。で本来ならこっちには見えてない格好でね、何か分かんない状態でね4枚用意してもらう、うん、でどれをどうでもいいんだけど1枚後でね、あなたの選んだのはこの数字ですねってね、何だったか分かんなくならないように、これ一つ証拠のためにここに置いときますよ、ね、でここに3つあるね、うん、ね、でこれをここに置きますよ。映ってるかな、映ってるね。だからまあ変な話、ここに今エースが4つ並んでるんですよ、ね、本当はやってる人はわからない状態でね、うん、じゃあここにその他大勢があるんで、これをねちょっと適当にここに3つぐらい山作ろうと思います。だいたい一緒になるぐらいにしようかな、
まあこれぐらいでいいか。ちょっとこれを、じゃあこう映る？これここに残り置いときますね。じゃあだいたい一緒ぐらいのはず。だいたい一緒ぐらいのはず。平らな、ほんとせっか、まあ、平らな板の上じゃないからね、滑っちゃうけどね。はい、じゃあここでちょっとお手伝いしてほしいことがあるんですよ。これをねここに乗せてほしいんです。これをここにキュッとね。でこっからこっちに1枚だけでもいいし、全部でもいいし、何枚でもいいんで適当に、こっちに移してください。いいですかね。この中の中に入っちゃいましたね、さっきのはね。でこれここに置きますよ。でまたこれ何枚でもいいんです。何枚でもいい、本当に何枚でもいい。バンバンね、また中に混じっちゃいましたよね。でこれここにダンってやってね。で、さっきのあまりこれここにくっつけちゃいますか。これでね、バラバラにどっかに入っちゃったわけですよ。ね、うん、もうぐちゃぐちゃだからね。ですか。で、どこにあるかわかんないので正直。こっから3枚をこうかっこよく出すっていうのはちょっとできないもんで、ごめんなさいね。僕が今からこうやって表向けておきます。裏向けておきます。半分に分ける。ちょっと楽するためにね、半分に分けるね。こっちに出てきたか出てこなかったか、1枚でも出てきたら出てきたね、2枚でも3枚でも出てきたら出てきた、出てこなかったら出てこなかったということでね、その場で言うんじゃなくて、全部出し終わってから今出ましたかっていう返事だけ手伝ってほしいんです。そこだけヒントが欲しいんです。いいですかね。これね、じゃん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 、どうですか。顔の表情変えないように、目の動きとかにやつくとどれかバレちゃうでね。ポーカーフェイス。これと同じ番号ですよ。ジョーカーだね。わずかですよ。出ましたか。出てないね。これと同じやつだからね、出てないね。じゃあ、今出なかった、そうですか。半分に減りましたね。ちょっと楽になりました。もうこの中には絶対ないんです、うん、今ね調べたからね。はい、半分になりました。じゃあもう一回、顔の表情、まばたきの回数ね、変化ないようによく見ててくださいよ。どうですか？反応しませんか？
どうですか？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 1枚か2枚かありましたか？なかった。ない。じゃあこれもないね。ここ置いとくね。じゃあもう一回いきますよ。だいぶ減ったね。だいぶ絞り込んできたね。はい、どうかな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 、これかな、違う、ない、ないのね。そうか、だいぶ減ってきましたよ、だいぶ減ってきましたよ。いきますよ。どうかな、どうかな、どうかな、ない、ない、そうない。じゃあいきますよ、ラストかな。あ、ラストってごめん、もう3枚しかなかった。もう分けようがないんで、これはこれでということでね。あ、一緒ですね。じゃあ選んだのはこれですね、という手品でした。うさんくさいでしょ、うん、うさんくさいんです。手品っていうのは種も仕掛けもあるからね、うん、トランプはダイソーで買ってきたただのトランプだからね、うん、あのやり方に種も仕掛けもあるんだよね、うん、よし、小学校の時にさ、算数ってやつじゃない、算数、中学生ぐらいになると数学ね、うん、いろんな教科苦手だったけどね、もう音楽とも絵描くのはもう全然ダメだったけどね、図工とかは得意だったな。あとね、理科科学数学もう大好きなんですよ。うーん、で数学がって意外とね、苦手な人と得意な人と両極端に分かれちゃうね。うちの家系で言うとね、うちの娘はね、数学大好き、もう数学の先生になりたいぐらい大好きなんですよ。うん、でもう小学校中学校高校の間もね、僕がずっと数学教えてあげてたの。うん、なんかパパってパパって言うんだけど、未だに二十歳になってもまだパパって呼ぶんだけどね、うん、まあ、パパって呼ばれていつもニヤニヤしてんだけど。パパの教え方って学校の先生より、サナロの塾の先生より分かりやすいって言ってね、まあおだてられてね、もう数学だけはもう教えてあげてね、うん、もう数学っていうのはすごいんですよね、うん、いろんなことを、まあ数学、お金の計算なんかも当然あるわけだけど、難しい数学を覚えて何かに役に立つのっていうのはあるかもしれないけど、実際社会に出てからね、物事を、理論的に説明できる、理論的に、進めることができる、計画を立てることができる、分析することができるっていうところでいくと、やっぱり数学はね、できないよりできた方がね、何かと便利かなと思います。あとね、女の人でみんな占いとか好きでしょ。僕も見たりするけどね、あの悪い占いは信じないけど、いい時だけ信じるんですけど。悪いの見ちゃった時にはね、いいやつがないかどんどん調べるんだね、ネットでもね、うん、あ、いいの見つけてね、あ、なんだいいのもあるじゃんっていう格好でね、全然占いの意味なすかどうか分かんないけどね。占い、ほら A 型は几帳面だとかさ、O 型はおおらかだとかさ言うじゃないですか、うん、占いっていうか、まあ血液のね占いとか性格判断みたいな、あれも実際にはあれですよ、統計学だからね、1000人いるうちで A 型、O 型の人ばっかり1000人集めて、その人たちの性格を分析してね、あ、こういう人が多いんだ、
A 型の人をねやっぱり1000人集めてね、うん、で性格をみんなそれぞれ1000人チェックしてね、違う人もいますよ当然ね、うん、だけどこういう人が多いっていうのはやっぱり統計上ね、数が10人とかじゃどうだなってなるけど、100人だってね、1000人、1万人、10万人、100万人ってなっていくとどんどん精度が上がっていってね、うん、だからあれはあながち大雑把ね、適当なものじゃなくてね、統計に基づいて弾き出されてるからね、大抵の方は当たりますよね。血液型、誕生日の月ね、生まれ月とかね、ああいうのももう統計によってね弾き出されたもの、そういったものはねやっぱり証明することができるんですよね。で数学をやっててね、学校の先生が自転車がなぜ転ばずにまっすぐ走っていくのか、タイヤが2本、接地面が少ないのに、これをね数学で、数学の中に証明ってあるでしょ、うん、ペダルを段キロの力で押し込むと遠心力が働いてとかね、うん、あるわけじゃないですか、うん、倒れようとする横地に関してね、まっすぐに行こうとする直進性のパワーがいくつあるからね、よって自転車は倒れずに走ることができるみたいなのをね、数学の証明でたーっとこう書いてってね、証明してくれるわけですよね。すっごいなあ、数学って説明できないものがないんだなと思ってね、うん、物を落とすとパトンと落ちて、普通の人はあ、そら重けりゃ落ちるよって言うんだけど、ニュートンさんはさ、うん、落とす高さからね、だんだん加速度っていうものがあるっていうものを考え出したりね、うん、重たいものほど早く落ちるとかね、うん、やっぱりもうちょっと先のことをね、知るっていうか疑問に思って、ああそうなんだって納得するとね、見識が広まるよね、うん、ドライブレコーダーでさ、今ちょっと危険な映像なんかが偶然撮れてるじゃないかなっていうような時はね、うん、それ取り出して YouTube とかでも上がってるじゃない、うん、でうわー危ないねって、危ないヒヤリ特集みたいなね、うん、あるんだけど、まあそれをそれだけで見るんじゃなくて、当然そのドライバーさんね、カメラをつけてる本人ね、うん、その人が出してるスピードが分かっちゃうんだよね、うん、道路のセンターラインとかね、車線の間に白線があるでしょ、白くて途切れてて、白くて途切れてて、あれはちゃんとメートルが決まってるんですよ、10秒の間にね、10秒の間にその線が何本通ったかで、あ、この映像撮ってる人は時速何キロで走ってるんだなって分かっちゃうわけでしょ、うん、ね、そういうところとかね、うん、一本の線があってよ、90度の線がピュンって出て、こっちも90度の線がピュってきて、この2本の線がいつか交わりますか、絶対交わらないよね、90度じゃ、うん、なんでかって、交わるってことは三角形っていうことだ、三角形の内径の和は180度って決まってる、90と90で180使い切ったらもうこっちに絶対くっつくわけないんだよね、90でこっちが89度、微妙に89度、90度ないっていうと、ずっと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 先にくっつくんだよね、1度っていう角度でね、うん、だって内径はね、内側全部で180度だもんねそういうことなんですよね。でもね、数学が得意な人ってあまり言い合いっこするとね、理屈っぽいから注意した方がいいですよ、うん、頭の中で計算して自分が正しいと思うと、絶対的なもう正解が頭の中にあるとね、絶対譲らないからね、うん、本当にはい、鬱陶しい雨が続きますけど、
梅雨の間我慢しましょう。はい、また天気が良ければ堤防でまた黄昏れます。あんまり雨が続いて黄昏れに行けないようだったらまたなんか違う手品でもやりましょうかね。見たくなかったら見なくてもいいですけどね、うん、はい、そういうことで今日は皆さんいい日でしたか、うん、明日は今日よりもっといい日ですように。週末ですからね、土日ですからね、うん、まあ、天気に関わらず楽しくお過ごしください。ではまた。